どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は鳥そばゲット54さんが4月に鹿児島空港内にオープンさせたお店、月読み by ゲット54さんをご紹介します。鹿児島観光の方々にもぜひ食べていただきたい鶏白湯スープがめちゃめちゃうまい一杯です。最後までお楽しみください。九州自動車道溝部鹿児島空港インターから車で10分くらいのところにあります鹿児島空港国内線ターミナルビル3階、月読み by ゲット54さんにお邪魔します。こちらが月読み by ゲット54さんのメニューになります。3種類の定番ラーメンに単品メニューもあります。今回この中からザ鶏そばにトッピングで味玉、肉増し、さらにサイドメニューの唐揚げ2個入りをオーダーしました。先に唐揚げは到着して、そしてラーメンも着丼です。白湯スープ美味しそうということでいただきます。まずはスープから。いやー、このスープめちゃめちゃうまい。クリーミーでとろみのある舌触りがするスープは動物系の旨味が超濃密でうまい。スープのベースは赤薩摩鶏、化学調味料は使わず丁寧に煮込まれたスープは感動的な旨味で深みのあるコク。赤薩摩鶏の香ばしい風味と奥行き、一度レンゲを刺すとその手が止まらなくなるぐらいうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてできた麺は全粒粉入り中細ストレート麺。いや、この麺もめちゃめちゃうまい。自社生産された特製の自家製麺はしっかりしたコシにシコシコ食感、麺とスープの絡みもよく、スープをしっかり口まで持ち上げたならば全粒粉の麺と赤薩摩鶏白湯スープが互いにうまさを高め合い、鮮烈にして純粋な味が口全体に広がってきます。さあ次は温かいうちに唐揚げをいただきます。国産鶏を使用した唐揚げ、一口目パクリ。いや、これもすげえうまい。揚げ油の余計な部分はあんまり感じられず、衣はサクサク、そして肉は柔らかジューシー、噛めば肉汁が口の中に溢れ出て充満します。そんなうまい唐揚げを追いかけるように再度スープをすすっていき、こちらの鶏そばめちゃめちゃうまいスープだよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシューいただきます。いや、このチャーシューもめちゃめちゃうまい。国産鶏を使用した鶏チャーシューは柔らか食感、天然塩だけで味付けし低温調理したものだそうです。スープとの絡みもよく、スープをしっかりまとって口の中に入れるとこのチャーシューめちゃめちゃうまい。そしてそのうまいチャーシューと麺と九条ネギを一緒に箸でキャッチして口の中に放り込むと、チャーシュー、全粒粉麺、九条ネギのうまさが三位一体でめちゃめちゃうまい。さあ次は味変。卓上にあったトリュフを 3,4 滴入れ、そして粗挽きブラックペッパーを入れていき、スープになじましていきます。そんななじましたスープをすすってみると、いや、
この味変めちゃめちゃうまい。トリュフのほのかな香り、スープとの相性が良く、ペッパーを合わせたせいか、より一段とスープが引き締まり、旨味がさらに全面に押し出されているような気がします。そしてもう一個の唐揚げをここでパクパクと食べて、唐揚げを完食していきます。鶏そばの方は中盤から終盤に差し掛かり、このうまさにさらに没入しながらじゃんじゃんバリバリ食べていけば、全粒粉麺に九条ネギもしっかり絡みつき、スープとの絡みもよく、これらが三位一体で口の中にうまさがじゅわじゅわっとどんどんと広がっていくのがわかります。最後はこの鶏白湯スープにしっかり浸した味玉を一口でパクリといただきます。いや、この味玉めちゃめちゃうまい。半熟具合がちょうどよく、赤さつま鶏のこの極上のスープと一緒に食べると、至極の贅沢な気分に慣れてきます。そんな月読み by ゲット54さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。てなわけで、スープを飲み干し、本日も会員完食です。食材は国産ものにこだわり、調理では化学調味料を使っていないとのこと。鹿児島県内外の方々にもぜひ食べていただきたい、めちゃめちゃうまい一杯です。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。